か。やれなかったら即農塾の旅、新名古屋。自信ないので。はい、おはようございます。2日目でございます。的なまあこんな感じで飲み会をしてスポーしたって感じですね。で、俺の方の女の子も帰ったんですけど、長編の方は分かんないんでちょっとそっとしておいてあげます。で、集合時間と場所は決まってるんで、とりあえずそちらで合流しようと思います。はい、じゃあちょっといい感じの公園見つけたんで、この辺で昼食にします。イエーイ。今日の昼食はさっき買ったハンサムバーガー。ハンサムバーガー、え、めっちゃうまそう。どう？じゃあまず昨日の後日談から話していきますか。はい。この辺の終わりですわ。どうしよう、終わりですわ。聞きましょうか。知ってるけど。私がリンダを動かし始めたのは本日の昼過ぎですわ。なめてる。必死こいでメッセージ送ってますわ。全然アポが取れませんと。でしょうね。どれか好きなのあげるよ。おめぐ。どれでもいいです。本当ですか。俺が会おうとしてる子以外ね、立ってるから好きなの。立ってるから。好きなポケモンを選ぶんじゃ。熱っ。一かけていいんじゃない。一かけていこう。じゃあ恭平は俺のふりをしてあげてほしい。ちょっと俺まず時間やばいから、そろそろ行きます。はい、行きましょう。はい、皆さんこんにちは。マーチャーズ同士にやっていきましょう。行きましょう。あっこに上がってよ。行きます。というわけでちょっと待ちましょう。あ、こんにちは。お願いします。意外と背高いね。うん、俺高い人の方が好きだからさ、めっちゃ嬉しい。うん、上がる上がる。あ、危ない。痛い痛い。うわ、止まってるやん。どこ行こっか。なんかめちゃめちゃサッカー見たいなと思ってて。おー、いいじゃん。なんかスポーツバーとかめっちゃ調べたんだけどさ、あんまなくて。なんかビジホとかで一緒に見ないと思って、テレビあるし。あー、やだ。わかんない。わかんない。デイリー入った。デイリー入った。デイリー入ったよ今。コンビニに入ってたんですけど、長すぎて不安になったんで、カメラマンに見に行ってもらうことにしました。果たしてどうなるのか。カゴ持ってめっちゃ買い物してる。あ、ガチ。うん、それ決まったじゃん。あれ決まりだね。まさかの。マジ。はい、というわけですね、イワシは本日18時からアバを取っておりました。で、現時刻がちょっと移動してきたんで時間は変わっちゃってるんですけども、現時刻6時21分、はい、だいたい10分で決まりましたね。早かった。てなわけで、俺が今日の19時半からイワシから引き継ぎをいただいた女の子に会ってこようと思いますので、バ、はいはい、チボコにかましてこようかなと思ってます。いや、お願いします。はい、それではイワシ、よくやった、よくやった。今日は行きませんか。頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、はい、ということでね、恭平くんはドンキで待ち合わせということで待ち合いに待機しております。あ、合流した。来ました来ました。あ、こんにちは。こんにちは。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。どこ行きますか。僕今仕事で来てるんですよ。あ、そうなんですね。全然名古屋わからなくて。なるほど。はい、とりあえず、あ、違う、多分合います。よかった。信号屋で絶対苦しい。
インナインかい。おっと、こっちはやばいね。消えた消えた。こっち戻ってくるのはずるいって、あいつマジで。多分ここに入ったんだと思いますよ。コッツ小座敷ザザ酒井さんですね。とりあえずあいつからの連絡を待ちたいと思います。ありがとうございます。乾杯で。乾杯。ありがとうございます。でもなんか本当イケメンすぎてちょっと緊張しちゃう。そんな、そんな、そんな、ほんと、マジで余計緊張してる。ガチで、うん、そんな写真で変わった。うん、あ、マジで。写真よりもかっこよかった。写真よりもかっこよかった。あ、ほんとに。そう、それは嬉しい。朝何時ぐらいですか？あ、そっか、バラバラなんですか。マジで、いっちゃん、どうしよう、いっちゃんきつい時言うと、うん、本当に会社止まってそのままみたいな。へぇ、マジで、なんか撮影の前リアル1時間ぐらいしか寝なくなるんですよ。やばい時はやばいです。やばいですね。いや、でも結構自由なんで、そこはまあいいかな。あー、じゃあまだ、休みの日何してるんですか。休みの日は銭湯行くとか、大体はサウナ行って、ずっとぼーっとしてるみたいな感じですね。逆に何するんですか。カフェ行ったり。カフェ、何ですか。カフェ大好きなんです。なんかカフェのお店の雰囲気って全部違うじゃないですか。使ってる食器とか、それを見るのが好きです。楽しい。結構長いですか、アプリとか。定期的にやってるってわけじゃないですけど、ちょいちょいとかあるんですよ。なんかこっち今知り合いない、知り合い今女子来てるんですけど、誰も仕事してるの暇すぎてって言ったらなんか失礼ですよ。なんでやり始めたんですか、恋に聞くのあるけど。え、でも普通に恋人さんができたらいいなって思って。全然僕の事情どうなんだろう。とりあえずね、30分ぐらい経ちましたと。さっきちょっと話したんだけど、はいはい、写真と顔違うよねそりゃそう。あ、まあ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 、でもね、なんとかなったから、まあ、1時間以内ぐらいに決めたいんで、もうそろそろちょっとしたら打診してみようと思います。お、行きますか。はい、ほんじゃ。あーよ、大丈夫ですか。マイクが違う。マイクが違う。全然どこだこれ。訳わかんなかった。やばすぎ、大丈夫だった。なんか飲みますか。どうしよう、なんか飲もうか。今日は直売。苦手。どうですか。なんか昔飲んだ時よりはいけるようになってると思う。おお、いいじゃん。マジ悪い気がする。あー、そうだね、多分そうだ。慣れてない。絶対やばいことになる。声が大きくない。マジでかない。こんなもんじゃない。カラオケで俺よりでかいって見たことない。おい、マジで。そんなに。本当に俺よりでかい。マジで。いや、これ飲んだら次行こうぜ。うん。弱い。うん。大丈夫。うん、大丈夫。OK。はい、じゃあね、恭平からそろそろ出るよってラインが来たんで、店の前で回したいと思います。うわ、マジ？え、タクシー乗ったね。来た来た来た、これ。行った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 。はい、ということで本日もお持ち帰り成功しました。いやー、さすがっすね、本当に。ちょっと画面が殺風景なんですけどね、彼らが編集で入ると思います。でも昨日に続いてね、2日連続でなんとか野宿回避をしたということで、まあ、よくやってくれましたよ、本当に。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バーン。来る。来るって。いいよね、なんか。